はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はスーパーマリオメーカー2をやっていくんですけど、 1% 以下コース限定でやっていきたいと思います。でね、まあいつもの通り人気ランキング順から探す、そしてとても難しいから全期間ランキングで探して、今ね20番目にあったコースがクリア率が 1% 以下だったので、このコースをやっていきたいと思います。インフェーナルガーデン、インフィステーションまあいつもの通り英語力ゼロだけど、このコースをね遊んでいきたいと思います。で結構ね 1% 以下限定コースっていうのを出してるんだけどちょっと待って、速攻死んだわ。だいぶねクリアし尽くしちゃってなかなか出ないんだよね。で久しぶりにやってみたらあったからやっていきたいと思いますいやちょっと待って、これね、これはちょっとねひどいな、この死に方はひどいな。よし OK、 多分これねコインの通り行けばいいってことじゃないのかな。 OK でジャンプで、ここもコインの通りに行く。 OK、 あーなるほど、パタパタは乗って回転ジャンプね。よし、それじゃあねこのコインの道筋をたどっていきましょう。 OK、 このコインなかったら結構きついよね。オッケーで、ここ回転ジャンプ。オッケーで、ここ、あ、待って待ってくれ、ボム兵よ、そっちじゃないんだ。いや、分かってたよ、バネがあることを分かってたんだけど、それでもね、うまくいかないのがマリオっていうもんでしょう。最近ね、激ムズコースやってないからな。いや、だってマリオ結構難しいもんね。で、この辺か。で、左側を攻める。オッケーで、で、あの右下に行けばいいのね。よし、それじゃあ中間ポイントも見えたことだし、ここの場面をちゃちゃっとクリアしていきますか。で、ジャンプ、オッケー。で、ここで回転ジャンプね。オッケー。で、左側は、左側で、左側で間に入る。オッケー中間ポイントゲット。よし、それじゃあまた、え、これどうすればいいの？は？なんこれ？これはどうすればいいんだろう？あー、わかったわかりましたよ。のこのこをね、左側で踏んで中身を出すみたいな。で、このコイン通り行くか。で、ジャンプ。オッケー。で、このまんまコインの通りに行くと、次は右か。なるほど、上にオンオフがあるのか。いや、急にはね、やっぱ無理だよね。一回死なないと無理だよね。よし、それじゃあめげずに行きますか。まあね、クリア率 1% 以下っていうのは、前のね、動画から言ってる通り、そんなにね、激ムズっていうコースじゃないから、楽しく、気持ちよくね、遊べるコースなんですよね。だからね、僕はクリア率 1% 以下のコースがめっちゃ好きなんだよね。OK。で、ここか。オッケー。で、中間ポイントゲット。よし、次で最後かな。で、回転ジャンプ。で、次はここか。オッケー。これ一発で行きたいな。行きたいけど、行けるかな。お、え、これどうすればよかったんだろう。うん、これどうすればよかったんだ。で、土管があるのは見えたから、もうゴールはね、近いと思うんですよね。で、ジャンプ、ジャンプの、こうでしょ、こうでしょ。なるほど、ボム兵の移動させる場所が悪いのか。じゃあボム兵を全部右側に移動しなきゃいけないってことかな。こんな感じか。 OK で、 OK、 こんな感じね。そしてゴールではないな。マジかよ、これ上に何がある。怪しい、めっちゃ怪しいぞこれ。わかった、これ亀の甲羅をガリガリのところに投げるんじゃないかな。そしてのこのこを出すみたいな。なるほど、オッケーで、よし、そしてジャーンプそんなゴールの仕方か。でもね、次でゴールできると思います。きっとゴールできると思います。なるほど、ああいう感じのゴールの仕方でよかったのか。急にね、やっぱヨッシーが出てきても反応できないからね普通反応できないよね、急に。で、ここはガリガリのところ投げてノコノコを出す。 OK、 そしてジャンプ。よし、そしてこの変化。 OK
よし、いやーめっちゃ楽しかったな、このコース。このコースね、非常におすすめです。気になった方はよければやってみてください。はい、それじゃあ次はこのコース71番目にありましたけど、 AGDQ。 なんかもう DQ ってきたらもうドラゴンクエストしか思い浮かばないんだけどクリア率 0.45% ね。カナダの人が作った人か。 0.45% は意外と難しいな。なるほど、これは青リフトに乗ってすぐ左に行くってことかな。で次はちくわブロックに乗って、これで次はかき棒に乗って上か。このコースは結構シビアだな。中間ポイントあってくれたら助かるけど、あってくれるかな。よし、オッケー。でかき棒に乗る。え、奥からじゃないで手前の方からかき棒を踏むのかな。いや、やっぱ奥の方に行かないと無理だよね。速攻つまずいてるぞピオキング。ちょっと待ってくれよ。 OK、 ジャンプ。そしてこのリフト渡って、あ、ちょっと待っとかないけんのか。ちょっとあのメットがね、右に行くまで待っとかないけんのか。 OKOK、 了解しました。そしてジャンプで、ジャンプしてかき棒を踏んで、このメットをギリギリまで待っておこう。で次はオフじゃない、パワーブロックか。で、あー届かねー惜しい。さすが 0.45%、 さっきのコースより難しいぞ。でもね、それをクリアした時がめっちゃ達成感があって気持ちがいいんだ。よし、 OK。 でジャンプで、このままジャンプね。 OK で、なるほど、これ難しいね、新しいな。ってかキラーブロックに乗っていくのか今度は。で俺ね、ちょっと怪しいことに気づいてるんだけど、さっきの砲台に乗れたとしても、次にね、次の場面に行く土管の前にね、隠しブロックがあると思うんですよね。多分それに、それを出してね、あのつららまでかわしていかなきゃいけないっぽい。ここ、よし、 OK。 でジャンプ右、あはは、難しくない？今のこれ完璧だったでしょ、今の土管。めっちゃ早く行かなきゃいけないね。いやほんと結構早く行ったつもりなんですけど、土管に入れんかったわ。せっかく砲台にね乗れたと思ったんだけど。よし、 OK。 このままジャンプで、この辺でジャンプか。でジャンプ、そしてすぐ行く。よし、 OK。 よし中間ポイントゲット、よかった。そして次はカキ棒を踏んで、まあいっか、瞬間ポイントも取ったことだし、そのまま行ってみよう。なるほど、鍵が出るのね。この場面は簡単だね。とりあえずこうやってして、で上押しっぱなしで、次は左。わあ、そう来るか。よし、よく反応できたねいや、よく反応できたと思ったらすぐ死んだけど。それじゃあリベンジしていきましょう。このブラックパックマジで怖いな。でもう一回このカロンを踏むと思ったら左に行ってしまったわ。難しいなこのステージ。さすが 0.45%。 0.5% 以下になってくると難しさがね、結構ガツンとね難しくなってくるんですよね。で分かれる、 OK。 でジャンプで、もう一回これを踏めばいいのか。あー、なるほど、もう一回ジャンプしてあのメットを蹴っていけばいいのか。そこまで読めないぞ急にそこまでやっぱ読めないよ。でこのまま踏んで右にジャンプ、そして、あー、これ右に行かなきゃいけないんだ。ちょっと待っておいてくださいね。すぐにこのピオキング行きますから。でジャンプで、この右にジャンプして、あはははカメの甲羅、そこかよ、そこに埋まるんだ。分かった、もうこれでいけるんじゃないんかな。でこの場面が終わったらもう一場面ありそうなんですよね。これ2つ場面でしょ。あと1回中間ポイントかなんかあって、次のラストがありそうなんだよな。よし、これでいけるかな。そろそろもう何回もやったからだいたいもう掴めてきたわ。でこのまま右行くで上、 OK。 ちょっとギリギリだったけど、やっぱりか、
次で最後だ。多分ここで最後っぽい。でジャンプ。早っ。まあ、中間ポイントあるからいいけどね。ジャンプして上で、そこジャンプして右、よし、あー危ない、あー危ない、よしで、で、よし、で、地下ブロックに乗ろうと思った。いや、分かってたんだけど、なかなか急に反応できないよね。この場面がね、きっと最後になるから、もうちょっとだけ頑張っていくか。 OK、 そしてこのまんまここか。あー行き過ぎた。で、分かった分かった。で、今のでね、もうゴールまでの行き道は分かったから、これでね、ゴールできるんじゃないかなって思います。 OK、 で、ジャンプで、かき棒を踏んで、地下ブロックに乗ってパウね。 OK、 この辺結構シビアだな。よし、で、ジャンプして OK、 で、ここもで、パウ OK、 で、左、よし、これでゴールでしょう、きっと。違う違う、マジかよ、嘘、うわはははマジかよ、うわ、絶対俺ゴールだと思って油断したわ。いや、最後にあんなん来る、鬼畜じゃない？めっちゃ鬼畜だよね。俺もうゴールだと思って、もうゴールって言おうとしてた瞬間だったよ。もう口がね、もう5の、もう5の形になってたもん俺今、口がゴールっていう口になってたもん。よし、オッケー、で、ジャンプして、オッケー。さあ、ここですよね。集中していきましょう。あ、いや、今のね、死に方はないですよね、本当に。いや、自分でも思うわ。なんな、あの先っちょに当たって死ぬ感じ。いや、あるけど、たまにはあるけどね、やっぱゴール目の前で気合い入れてた時にあれだったらちょっとへこむわ。よし、ジャンプ、オッケー、で、このまま右で、このままジャンプしてオッケー、で、左ね。よし、次はこの氷のつららのね、先っちょに気をつけよう。よし、で、ジャンプ、オッケー、で、かきも踏んで上に行く、で、ゴールでしょ？やったー！よし！いや、めちゃくちゃ難しかったな、このコース。いや、簡単そうに見えるかもしれないけど、実際結構ね、結構てか、まあまあ、意外と難しいですよ。っていうことで、今日の 1% 以下のコースは、この辺で終わりたいと思います。まあ、個人的には最初のね、0.9% のコースの方が楽しかったかなって思います。それじゃあまたね。